こんにちは、ゆきです。今日は中国語の勉強法で暗記ですね、文章の暗記について考えてみたいと思います。最近ですね、僕は台湾の僧侶の人ですね、陳坤法師という方のビデオをですね、偶然発見しました。その方は中国の古文ですね。中国の古文はですね、文言文って言うんですけど、それの勉強の仕方を紹介していて、でその方が子供の時、お師匠さんから教わったのは、その文章ですね、中国の古文の文章、その中の50編を選んで、それを誰かに解説できるくらいまで熟読してですね、暗記すれば、古文の文章を読むことは問題なくできるようになると。思考全書、思考全書とか、まあそういったも、まあ、対策も読めるようになると。その古文がその鍵だって言うんですね。その昔の個人の知恵を得るための鍵であると。はい、キーであると。そして、100編ですね、100個の文章を暗記した場合、古文を使って書けるようになるって言うんですね。文章が書けるようになると。それを聞いてですね、わあ、面白いなと思っていろいろ調べたらですね、その方が使ったのは、古文观止という本ですね。これは秦の時代に全220編ですね。素晴らしい文章が集められて、まとめられたものなんですね。それを勉強したそうです。僕もですね、それを買いました。古文观止ですね。これありますね。古文观止。これはですね、古文があって、このようにですね、古文があって、見えますか？はい。で、注釈があったり意味があったりするんですね。で、こちらもう一つの方はですね、これも同じ本なんですけど、これにはピンがついてるんですね。ピン版。なので2冊ですね。はい。であと、古文用の辞書ですね。こんな分厚いんですけど、辞書を買ってですね、日々ですね、これを覚えてます。どうやってやっていけばいいか、もっと知りたくてですね、いろいろ調べたんですね。そうすると、先ほどの陳坤法師はですね、少なくともですね、30回は勉強しろと。今の若い人たちは、1回読んだだけで、あ、これはもう読みましたと。これはもうわかりますと。言い出すと。1回や2回でわかるものなど、ほとんどない。とおっしゃってましたね。少なくとも30回。昔の個人は300回を推奨していたと。はい。で、今の子たちに300回と言っても、もうびっくりしちゃって、逆に1回もやらなくなってしまうから、指導するときには30回をまず推奨していると。で、30回やれば、その内容もどんどん分かってきて、力もついてきて、もっと楽しくなって、まあ、自然に300回やるなんておっしゃってましたね。なので僕はですね、これをですね、まあ、30回ですね。まずは30回読もうと思ってですね、始めました。で、いろいろですね、これも200編あってですね、どこから手をつけていいかというのを調べたんですよ。年代順に並べられているので、後ろの方が明の時代ですね。比較的新しいと、後ろの方が。なので、後ろからやっていくのがいいというので、後ろから書いてます。で、これをですね、その中国語の勉強ですね、皆さんの勉強に応用してもいいんじゃないかなと思いまして、で、今日はご紹介したいと思います。まあ、まずは古文の場合は暗記と言ってましたね。中国語の会話を覚えたい人は、その会話の文章ですね。例えば僕のチャイナサプリの文法レッスンでは、二人の会話文がたくさん出てますよね。まあ、それを暗記してもいいと思いますね。暗記までいかなくても、例えば、まあ、30回ですね。30回じっくり読んでみると。ほとんどの単語とかにはですね、意味とかつけてありますので、辞書を引く機会もほぼないと思うんですけど、もしわからなければ辞書を引いたりして、でも30回読むと。そうすれば、中の文法とかですね、身について語感も養われると思いますね。で、先ほどの陳坤法師がおっしゃったのは、お経ですね。仏教のお経あるじゃないですか。まあ僕も読んだことないんですけど、お経もですね、読むときはですね、最初は意味を分からず読めと。何度も何度も読んでるうちに、自然に分かってくる。
なんて言ってましたね。はい。まあ、それを悟りというらしいんですが、なので、その、まあ、中国語の文章もですね、今のその現代中国語の文章も、まあ、会話を覚えたい人はですね、その会話の文章を、まあ、じっくり読んでみると、何度も何度もですね、1回、2回じゃダメですね。少なくとも30回って言ってましたから、まあ、それもですね、時間はかかりますが、徐々に力がついてきますね。まあ、しっかりその方向が合っていれば、もう到達できる山も高いですからね。あとは時間かけてじっくりじっくりやるだけですから、はい。それをですね、何度も読むというのはいいかもしれません。で、その文法レッスンでは、その文法ですね、あと以前の文法というのをその会話の中に入れてありますから、その会話を覚えれば、文法受講ですね。文法受講や使い方はですね、身につきます。僕自身はですね、中国語を勉強するときにですね、暗記ですね、文章を暗記したことはないので、そうやって勉強したことはないので、まあ、自分が検証したわけではないんですが、今ですね、その古文のですね、こういった勉強をしていて、まあ、その暗記というのがいい方法らしいので、まあ、現代中国にもいいんじゃないかななんて思いました。はい。よく昔は日本でもそうですよね、寺子屋とかで素読ですか、っていうの意味もわからずずっと読む、暗記する、という方法があると言いますよね。中国もそうらしいですね。まあ、子供の時とか、まあ、こういうのを暗記すると。まあ、昔は、まあ、個人たちはもっと、その、暗記という方法で勉強していたと。僕もこの古文の勉強もですね、最近始めたばかりで、今1週間くらいかな。なので、まだあれなんですけど、いずれ、もう少し進んできたら、いろいろその効果とかも皆さんとシェアしたいと思います。で、皆さんもですね、今日から、まあ、全部というのは大変だと思うので、そのわからない文法とか、そのもっとしっかり分かりたい文法の事項のページですね。そのブログにありますので、ぜひそこに行って、そのページにある、まあ、例文とか、その会話文ですね。それを何度も何度もですね、読むというのをやってみてください。まあ、少なくとも30回ですね。なかなか大変ですよ、30回なんていうと。ぜひやってみて、効果があればですね、ぜひ教えていただきたいです。30回やって変化はあるのか。はい、ぜひ。まあ、これを実践しようという、やる気満々な方がいらっしゃれば、勇者がいらっしゃればですね、ぜひ実践して僕に教えていただきたいと思います。僕もですね、古文ですね、古文の勉強を一生懸命頑張りたいと思います。なので、皆さん一緒に頑張りましょう。詳しくはですね、僕のメルマガでですね、こういった情報をいろいろ配信しています。なので、興味ある方はぜひ登録してください。無料です。では皆さん、また次回お会いしましょう。皆さんのコメント、実践待ってます。では、さよなら。